人間の皆さん、こんにちは。 IT 系魔女バッチリ YouTuber のくれないです。今日紹介するのはイメージマジックの脆弱性。イメージマジックっていうのはどういうライブラリかっていうと、画像を変換したりすることができるライブラリなんだよね。例えばこういう風にやってると画像ね、変換することができる。で、今やったのはリサイズ処理って言って、画像のこう幅をね、変換してあげるような処理をやってあげたんだよね。これが元々の画像で、これがアウトプットされた画像、縦長になってるよね。これで縦に潰してあげたっていう風な感じで、どういう風な脆弱性があったかっていうと、実はもうね、発動してるんだよね。よいしょ。こういう風にやってると、なんかね、怪しげな16進数の値が出てきて、これをこんな感じでね、出力してあげると 127.0.1.0.1 のローカルホストみたいな感じでね、なんか結果が出てるよね。実はこれどういう内容かっていうと、これエトセホストのね、内容を出力してるんだよね。実はこの脆弱性を悪用すると、エトセホストの他にもエトセパスワードも取れるし、なんならね、パスさえ分かっていれば、DB のね、なんか情報とかもしかしたら抜けるかもしれない。なんでこんな脆弱性が起きてしまったのっていうところを今日は解説していこうと思う。どうやってこの悪意のあるデータを作るのかっていうところを説明していこう。このね、ping crash っていうコマンドを使うとファイルをね、作ることができる。テキスト A ってやって、プロファイルで取りたいね、ファイルを取ってくる。エトセのリーガルとかにしてみようか、今回は。で、temp1.ping っていう風にやるとファイルが生成される。生成されるファイルはこの pingout.ping っていう風なファイル名で出てくるね。よし、出てきたね。で、この pingout.ping っていうのをコンバートすると、よし、出てきた。で、この画像のアイデンティファイバーパスでアウトドットピングを出力してあげると、こんな感じで、なんかね、出力結果が出てくるね。今回は、エトセリーガルっていうファイルに変えてみた。これはなんかね、こういう風なファイルになってるね。で、これをさっきと同じ要領で出力してあげる。すると、ほら、ザ・プログラム・シンクルデッド・ウィズ・ザ・ウブンチ・システムっていう風な感じで、こういう風な出力内容になってるよね。今回のポイントは、このピングクラッシュで指定したこれだね。プロファイルっていうところに、このファイル名を指定するっていうところ。これがイメージマジックのソースコードで、どういう風に解釈されてるかっていうところがポイントだね。さあ、それではさっきの動きを実際のソースコードを交えて説明していこう。まず読み込まれた画像っていうのはリードバンピングイメージっていうところに入っていく。で、ここでたくさんの処理が入るんだけど、この3976行目あたりにこうセットイメージプロパティっていう処理が入ってるんだよね。さっきのプロファイル、エトセリーガルとかそういった処理はここに入ってくることになる。一回ここまでの動きを追ってみよう。3986行目だね。3986行目まで飛んできた。今ここでバリュー、キートバリューを表示してみると、こんな感じでプロファイルとエトセリーガルっていう風なファイルが入ってるよね。で、ここの後は何が起きるかっていうと、次このプロパティ .c っていうファイルに入っていく。で、ここの中でこんな感じでさっき渡したキーバリューの値が処理されるんだけど、キーにプロファイルって値が入っていた時はここのロジックに入っていく。だから4719行目にブレイクポイントを置こう。さあ、ここまで飛んできた。で、今ここのバリューには、ファイル名が入ってるね。エトセリーガルが入っている。エトセリーガルが入っている。で、ここのコピーマジックストリングというのはコピーをする関数になっているから、今、ここのね、イメージインフォのファイルネームはここのね、エトセリーガルというところに変わっている。で、ここに入った後は、次はファイルトゥストリングインフォという関数に入っていく。ファイルトゥストリングインフォっていう関数はこういう風になってて、これはそのままファイルトゥブロックというところに入っていく。で、ここのファイルネームっていうのは、さっき渡したファイルネームだね、エトセリーガルが入っていることになる。で、ファイルトゥブロックの中身はこんな感じ。まずは OpenUTF-8 という関数でファイルを、ね、開くことになる。
この OpenUTF-8 というのは何をしている関数かっていうと、ここだね、ファイルをオープンしている関数になる。まあ、ただ、普通に開いてるだけだね。次はここに、ブレイクポイントを置いてみる。こんな感じで、なんか値が入ってるよね。で、これでファイルが開かれたら、次はこうダーって飛ばしていって、オフセットというところをね、求めていく。オフセットっていうのは、これ lseek っていう関数でね、ファイルの長さを求めてるね。これで267っていう数字が出てきてる。これは、よいしょ。ここの ls コマンドで発行されるバイト数と同じ値になってるよね。だからこのオフセットはファイルサイズっていうことになる。で、次はこのままガーって進んでいって、で、起きるのが、ここのね、マップトゥブロップっていうところ。1522行目。ここだね。ここは、普通に mmap を呼び出してる形だね。だからこれでファイルを、メモリ上に載せてる。で、ここの memcpy っていうところ見てもらったらわかるんだけど、このね、マップっていうところを、こうね、ブロブにこうね、コピーしてるっていうことになってる。なんかこれをこうすると、これでね、さっきのファイルの中身がね、ここに表示されてるよね。こんな感じで中身がコピーされていく。で、ここレングス分コピーしますよって書いてるんだけど、このレングスはさっき、代入したオフセットになってるね。267でオフセットの値とね、同じ値になっています。で、これはこのままこうガーって帰っていって、で、最後ね、ここの、セットイメージプロファイルっていうところに入っていくんだよね。で、このセットイメージプロファイルされたものが最終的には手元の画像に返ってくるというふうな仕組みになっているね。帰っていって、で、ここのね、セットイメージプロファイルに入っていく。マジックキル。イメージかな?プロファイルだね。よいしょ。ね、ここに、プロファイルのここにね、値が入ってるよね。で、これが最終的には16進出されて、で、手元に返ってくるという風な仕組みになってるわけ。ソースコードはこういう風になってるっていうことは分かったと思うんだけど、じゃあなんでこれメタデータで渡したら、こういう風になっちゃうのかっていうところを次は説明していこう。実は、さっきこうやって渡したエドセリーガルなんだけど、本来はこのピングのメタデータに仕込むようなものじゃないんだよね。これは本来はイメージマジックの引数として渡すことが想定されている。イメージマジックではこういう風にして画像を変換することができるんだけど、まあ当然この状態だとさっきの機密のデータは含まれてないんだよね。で、このプロファイルっていうのはイメージマジックのカラープロファイルを埋め込む機能になっているんだけど、ここにこういう風に指定すると、このエトセリーガルっていうのがカラープロファイルだと認識されて、ピングに埋め込まれるという風な形になっている。ね。で、今回の脆弱性の原因っていうのは、だから本来はこうやってコマンドライン引数で、セリーガルって渡すようなものが、このピングのメタデータとして渡しても、まあ、なぜかできちゃうっていうところが、まあ、原因なんだけど、なんでこういう風になってるのかっていうと、バグだね。ピングのメタデータを処理する関数と、あとはコマンドライン引数を処理する場所っていうのが同じになっちゃってて、で、このプロファイルっていうのを処理すると、プロファイルっていうのを見つけたら、まあ、エトセリーガルをこうね、なんか処理しますっていうところが、あの関数からすると、まあ、コマンドライン引数で渡されたのか、ピングのメタデータなのか、区別ができないから、ああいう風にね、埋め込まれちゃうっていうわけ。じゃあ次は、どういう風に修正されたのかっていうところを見ていこう。これが脆弱性が出た直後ぐらいの修正コミットになってて、これキーにプロファイルっていうのが入ってたら、プロファイルっていうのの前にピングコロンつけますよっていう風な処理が入ってる。こうすることによって、さっきの関数に入っても、プロファイルじゃなくてピングコロンプロファイルになってるから、あの処理に入っていかないっていう風な修正だね。まあ、根本的な対策にはなってないけど、ピングのメタデータにプロファイルって入っててもこれで攻撃はできなくなったのかなっていう風な気はするね。
で、これが2022年の10月ぐらいのことなんだけど、最近もうちょっと根本的な対応がされてる。まあ、さっきのプロファイルの処理する関数が場所がここになってるんだけど、ここの場所が消されてるんだよね。消されてて、でコマンドライン引数を受け取ってこう処理する場所に変わってる。これでこのプロファイルっていうのはコマンドライン引数でしか処理できないようになってるように見えるね。まあ、こうすることによって、より、もしね、他の画像ファイルとか、あともしかしたら、まあ、他のね、抜け道があって、みたいなところがあっても、ここの処理には入ってこれなくなった。というふうな修正がされてある。こんな感じの修正がされてるので、イメージマジックのバージョンを上げると、まあ、一応直すことはできるんだけど、じゃ次は、イメージマジックのバージョンアップができない人は、どういうふうにしたら直すことができるのっていうところをちょっと考えてきたので、紹介しようと思う。攻撃のファイルにはテキストチャンクにプロファイルエトセリーガルっていうところが入ってる。だから、ピングクラッシュのレムテキストってやつで削ってあれば攻撃は刺さらなくなるね。ただもし、このテキストチャンク以外であそこのメソッドに入る方法があれば、ちょっと攻撃はね、まだ刺さる可能性があるから、この方法が、まあ必ずしもなるかどうかで言うと、ちょっと個人的には怪しいかなって思ってる。今は削除中だからちょっと待ってね。でこのメモノットピングの中にはこのテキストチャンクの中に、こんな感じでねプロファイルが入ってないから当然ねこのメモノットピングをこんな感じで書き換えてもさっきみたいにねエトセリーガルの情報は入ってないということになるね。こんな感じね、入ってない。であとはこれもしね このままだったらこのままね処理してしまうと、まあ、さっきみたいに、機密情報が漏洩してしまう可能性があるんだけど、出力するファイル側に含ませないという考え方もできる。このストリップっていうのは画像情報の例えばね、メタデータとかなんかこう位置情報とかを消すために、まあ、よく使われているオプションで、まあ、実際のサービスでも多分よく使われていると思うんだけど、これが使われてたら影響しない可能性は高いね。アイデンティティのバーパスのアウトツドットピング見てみると、こんな感じで含まれてないことがわかると思う。これなんでストリップしたら含まれないんですかっていうのは、このイメージマジックのね、このガイドを見たらわかるんだけど、このプロファイルっていうのは、まあ、カラープロファイルなんだけど、ここに書いてる通りだね。アイデンティファイバーパスで、このね、プロファイル使われてるのがわかるんだけど、ストリップでね、消すことができますよっていうふうに書かれてあるから、まあ、この通りね、このプロファイルっていうのは、ストリップで消すことができる。だから、こんな感じでね、ストリップでこう削ってやると、最終的にはね、影響しない可能性があるね。だから、みんなのサービスで、まあ、もし、こうイメージマジック使ってて影響する可能性があったとしてもこのストリップを使っていればもしかしたらね顕在化しない可能性はあるから、まあ、そこは一つ考えてみてほしい。でもしこの影響したとして次は影響したとしてよくある攻撃方法の考え方としては環境編成とかにねこう機密情報が入っているっていうことがあると思う。環境変数を取りたいときはこのプロックセルフエンバイロンとかよく使われてるよね。これをすると、まあ、環境変数とか取れて、まあ、もしかしたらねそこからこう鍵情報とかが漏洩してしまうかもしれないんだけど、まあ、僕が知る限りでは実はこのプロックセルフエンバイロンから情報をね抜き取ることはできないんだよねこの GDX を使って、まあ、ちょっと今やってみよう。これで、プロックセルフエンバイロンになった EXIF2 のピングアウトドットピング見てみると、こんな感じでね、プロファイルプロックセルフエンバイロンになってる。で、今、これ Docker の中で実行してるんだけど、Docker の中ではね、こういう風になってる、なってるんだよね。で、この状態で、ピングアウトを、アウト2ドットピングとかに変更すると、これね、ゼロっていう風になってて、出力されないようになってるんだよね。さっき の関数のオフセットの部分がここのゼロの出力になってるんだけど、ここのオフセットっていうのは、この LS のこれだったよね。
で、これ何に依存してるかはちょっと把握してないんだけど、このプロックセルフエンバイロンとかのこういう系のやつってこうゼロに、ファイル容量がゼロになってることが多いんだよね。で、memcpy するタイミングでこうレング数取ってたと思うんだけど、そこのレング数のタイミングでゼロになってるから0バイトコピーになって、で、ここの出力結果に含まれないということになってる。はい、今日の脆弱性の紹介は以上。もしね、面白いと思ったらチャンネル登録と高評価の方してもらえると嬉しいです。他にもね、なんか紹介してほしい脆弱性とか、あとはね、技術とかあればコメントとかで教えてもらえると嬉しいな。あとグッズとかもね、販売してるので、よかったら買ってみてください。それでは、バイバーイ。